坂道ゴロゴロ坂道兄弟の坂道昇です。くだるです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕と勝負をしませんか。自分の好きなメンバー3人挙げて、はい、この4枚中その3人がより多く出た方が勝ち、はい、負けた方がこの CD の代金を持つ。やりましょう。やります。はい。被らないように選びたいから、はい、ちょっとドラフト方式で行っていこうか、はい、同時に1位から。せーの、竹本。かぶらないですね。じゃあ2人目行きましょうか。はい、せーの、ゆっか。おー、上村ね。はい、せーの、レナー。よし、分けさせていただきたいと思います。じゃじゃん。お、まだわからん。まだわからん。くだるおめでとう、遠藤です。あの、全然やらせとかじゃなくて今ガチでやってますからね。あ、この遠藤かわいい。髪の毛分けてから光ってるよね。よくなりましたね。光るだけに。光るだけに。やめてください、そういうの。いや、自分が言うたんや。次期オスリストに入ってるぐらいなんですよ、僕。やっぱりこう伸びしろってあるじゃないですか。ありますね、芸能人って、うん、今後こうより覚醒していく期待値が高いですね。伸びしろですね。伸びしろですね。遠藤光は伸びしろですね。伸びしろですね。というわけで、ペダル1ポイントゲッツ。ありがとうございます。マジか。はい、頼むよ。じゃあいきます。はい。お、かりんちゃんですね。かりんちゃんか。かりんちゃん入れるか迷ったやつやん。兄さん、かりんちゃん好きなの。そう。でも俺だから今かりんちゃん好きだし、遠藤次期オスリストだし、ある意味あの俺的にはいい感じ。欲しいものが出てる。欲しいものは出てる。だから最終的にもなんか、まあ、俺がお金出して俺のものになるんだったらしょうがないかなみたいな。そうですね。あのやっぱりブランコも飛びましたからね。ブランコ飛んだね。こう嫌がってはいつもちゃんと決めるっていうのはやっぱりここはそのセンターをやっただけのことがあるんじゃないかなと。タイプ C、 こちらまだ見てませんよ僕は。さあ誰なんでしょう。誰だこれ。誰ですか。みーちゃんです。おー、好きじゃないですか。今のところ全てにおいて俺の得じゃないですか。外れなしですね。僕みーちゃんはですね、あの契約の時の前役行ってね、はい、尾関とみーちゃんが同じレーンだったんですよ。で、僕尾関目当てで並んだんですけど、手前にいたみーちゃんの肌の白さにびっくりしちゃって、あ、めっちゃ可愛いですね、え、ありがとうございますみたいな話して、キャッキャッてやったら、次本来目当てだった大関さんの時に何も考えてなくて、あみたいな感じになって、本当大関さんには悪いことしたなって、これ話すの2回目なんだけど、多分これ1回お蔵入りしてるんですよ。じゃあいきます。4枚目。あ、かりんちゃんですね。かりんちゃんでーす。2枚引きましたね。かりんちゃん2枚引きましたね。これはいいんじゃないですか。これはいいんじゃない。これはくだるくん、はい、いい仕事をしてくれたね。喜んでお金を払おうではないか。これ全然余談なんですけど、うん、結局の某黄色い CD で買ってきたんですけど、あのーまあ、売り場がやっぱ特設コーナーがあって、はいはいはい、アイドルコーナーがあって、うん、で僕が買おうかなって思って棚見てたら、すごい芸能人風の女性がさっさっとほうほう、その売り場をバックに自撮りして、うん、自撮りをしてたんですよ、うんうん、で、まあ、マスクしてたんで顔はよく分かんないんですけど、うん、これメンバーかなって一瞬考えちゃったんですよね。でも結局顔が分かんないので。桜のってこと。桜の本人が買いに来るパターンって、まあ、東京ではあるあるある、決して珍しいことではないと思うんで、うん、あるある。実際可能性はゼロじゃない。ゼロじゃないです。なんでちゃんと見ながら聞け。じろじろ見るのもよくないから。聞け。嫌です、嫌です。不審者ですから。そうだったら。そう、デニスの黄色いところの得点がこちら。そうですね。これはタイプ C の関係なくですね。タイプ C これタイプ C のとにかくそこの CD 屋の得点なので全部同じなんですよ。そうそう、そうなんですよ。全部同じことで買うとね、全部同じのがいいんですね。こちらもしね、あのロボタに来てね、このタイプ C のハガキが、あのポストカード欲しい方いらっしゃいましたら、限定4名差し上げますので、よかったら声をかけてください。はい、はい、次回よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。坂道、ゴロ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 。これ毎回やんの？